どうも遠慮ありがとうございます。じゃあちょっと私のパートを始めたいと思いますけど、いつも転換からやってるんですよね。転換っていうのは優先順位は自分がなんて安定してまっすぐ姿勢まっすぐ、そしてまああんまり気にしてこう相手の方こうやらないで自分がまっすぐで関係ない、これ関係ないの、関係なくてそういうふうにやってるの。それで優先順位だからできないのは当たり前、こうやってやる持たれて気にしてみんなこういうふうに傾いちゃうのは当たり前なんだけど、同じことやってたら同じだから少しずつ改善してほしいんですよ。こうやって1回目はこうやってやってるんだけど2回目は少し、3回目は4回目はこう、5回目はちゃんとね、少しずつ改善して、それで最初から無理だから最初から必ず気にしちゃうの、こうやってあーっての握られたら反応するっていう教育を受けてるから、昔からね、生まれた時からずっと握られたらあなた反応するのよっていう親からも教育受けてるし、中学小学校小学校中学校そういうどうやって反発してどうやって反発して逃げられたらどうするかって逃げるかってそういうことを考えてるでしょ。で気にしないで稽古はしてないから、で気にしないで姿勢まっすぐ、そういうことをやった方がいいと思ってやってるんですよね。で気にしないで、それ練習ですから、最初それやりましょう。でこう気にしないのね、気にしないのでこうやって詰まってきたらこうやって倒れちゃうって感じで出てきたらこうやってねできるんだけど、まあ最初はこういう形。じゃあやりましょう。見ないのコツですからね、見ないの、こうやってこういうとこ見ちゃダメ、見ちゃうと気にしちゃうから、こうやって気にしろよって言ってんの、これ自分自身が気にしろよって、ここ気にしろよだから見てんの、だから見てないの、こうやってそれで見てないの、見てなければほら気にしてないよって自己暗示じゃないけどさ、そういう感じ。それで形があるからこうやって見て塩投げやるんじゃなくて、見ないで塩投げやってんの、そして形があるからね、こうすごい力で持ってるねでこうね、隙間がなんていうの、これもなるべく自分がまっすぐで足自由でどこでも行けますよ、で手は気にしてませんよって、手は気にしてない、手は気にしてなければどこでも動けんので、彼女はすごい力、もうなんか姿勢は良くないね自分の姿勢で、彼女の姿勢は関係ないの、悪ころがよかろうが関係ない、そう、それでまっすぐ自分が自由、そして隙間を見つけてこうね、こうで入れなかったらいいよ、入れなかったらこうやっていろいろできるんだけどすごい力だそういう形で、なるべく自由、なるべくですよ、なるべくじゃないと無理なんだから、完璧は無理、素人なんだから完璧は無理だけど、できるだけこうね、できるだけまっすぐ、できるだけまっすぐ、できるだけ力抜いて、できるだけでいいですから、できるだけ、完璧は無理だから、だからできるだけ。じゃあ塩投げっていう形があるから、いい形があるから塩投げの形で最初やりましょう。どうぞ。じゃあちょっとこうやるでしょ、で彼はね、こうやってやろうとすると妨害してくるとするじゃん、妨害して、妨害したらこういうふうに縮めて、まあいいや、こうやって入られないようにするの、わこう入りこねえんだから、僕は素人、彼はもう素人ね、そしたらいいよ、こうやって落として、終わりやで、妨害しないの、妨害してもいいんだけど、ほら、ここは入れない、ここ四方投げの形で入れないでしょ。だ自分がさっき言ったように、別に小投げじゃなくてもいいの、自分がまっすぐ、とらわれない、
足中、そして下に落としたの。そしたらこういう形になったの。たまたまそうになったの。それでいいの。それで次の時は少しずつこの手こっち出した方がいいかな。まっすぐ隙間ちょっとすごい力あるんだけどさ、こう縮めようとしてないけどさ、こうやってちょっと待って、こうやって離してきて、ストロングロー、こうやって、あ、隙間ができたら入ってんの。隙間ができたら、できなかったら入る必要ないの。まっすぐのが優先だから。で、優先順位を間違ってるの、みんなね。四方投げやりなさいって言うと、四方投げのことばっかり考えちゃってか、どうやってこうやってしたらいいの。この形が崩れちゃってるの。それより優先順位は自分がまっすぐで自由に動いて、あ、入れなかったらやめて、こうやって四方投げな、いいんだよ別に。そうするんだ、優先順位のこと考えてほしいわけ。四方投げやりましょうねって言ったら、四方投げばっかり、四方投げのカッテシュー、やらないのね。じゃあそういうことで入り投げやろう。こうやって入ったら入り投げ、そう、ああそう、そう、あ、いいね、そう、そうそうそう、後ろ入るの。入り身投げは後ろ入る。後ろ入るときにこういうふうに来たよね、来たよ、いや、それは来たよね、そしたらやられちゃうの。俺やられちゃってもいいんだけど、やられないの。そしてこうに入ってるで、こう、ね、こう来たらこうでもいいよ、ね、まっすぐ、まっすぐ、何しろまっすぐ、まっすぐこうやってまっすぐ、まっすぐが優先だから、これをこの手をやっつけようとか後ろ入ろうと思うと、こう自分が傾いちゃう、こうなっちゃう。だから足が自由、まっすぐで、まっすぐで、倒れなかったら倒れないでいい。まあそういう形ね。じゃあ弓投げって形でちょっとやってみよう。正面打ちでもいいし、片手持ちでもいいし、両手持ちでもいいし、じゃあやりましょう。ああそうですね、こうね、棒、要は自分の姿勢なの。あので、彼が勝手に受け身取ってるみたいに見えるけど、あの全てのことに感づいてる、こう感づいてる、こういうとこ、ここにいて技に入ったらやられちゃうんだから、だからこう感づいてるの。感づいて、やばいな、こうにやばいなって思ってるの、いつも。で、自分が弱いなって思ってるの。あ、弱いなって思って、俺が強いんだよってやってたらやられちゃうの。だから俺は弱いんだって。ネズミの身長っていうじゃない、ネズミの身長なので、強いのが来たの。あ、やばい、あ、やばいって、ほら逃げな、線を外して場所を作って、通り道を開けて、自分が弱いんだから、ぶつけたらやられちゃうんだから、だから弱い、あ、弱いんだよって、で四角に入ったんだ、それでやっちゃうんだよ、そういう感じで。弱いの、弱いっていうのが前提にあるの。だから強いって思っちゃダメと思ってんだよね、僕はね。だからいつも弱いと思ってやってんの。で、先輩はみんな強かったので、例えば愛知会に入門した時はさ、この野郎はつけてやるよって、俺も、あ、僕もね、あのよ、なんて言うの、白帯だけど強くなりたくて愛知やってんだから、でこの野郎つけて、で先輩がいるじゃん、でこの野郎よ、強くてやるよってやって、やられちゃうの、大体やられちゃうので、コツはやられねえのは、こう弱いの、弱いの、弱いんだよっていうことを気がつくことだと思ったの。だから強いと思ってる人は強くなれないから、弱いと思ってた方が強くなれる可能性があるってことだ。弱く思えばみんな強くなれるわけじゃないけど、可能性の話ね、可能性の話。早い、弱いと思ってつつも相手より上の弱い方からやるんです。弱いと思ってるからいろいろアイデアがあるの。だから弱いと思ってやってるうちに、あ、同じ立場でやったらやられちゃうんだ、同じ土俵で同じリングで同じルールで競争したら負けちゃうんだから、僕はね、彼に負けちゃうの。だから同じルールで戦わないっていうのが、それがなんていうの、勝つ秘訣だ。ズルしちゃうの、ズル、だからズルしてもいいの、
同じルールで戦ってないんだから、ズルしてんの。だから金的入れちゃうとかさ、なんかこうやって来たらさ、なくなってさ、入れちゃうんだよね。本当にやっちゃうの。本当にやらないと思ってんの。でも本当にやっちゃうの。そうすると本当に、あ、こいつ本当にやっちゃうんだって思うから。そしたらやばいって、なんていうの？これ長いこと話してるのはね、みんな休ませるためだからね。まあそういう話で、そういう話ね。でこうね、こう資格もらって自分が安定してポカってこういう、これだけね、これだけで、何、塩投げやって、塩投げも入り身投げも同じ、小手返しも同じ、小手返し同じ、全部四方投げも同じ、入り身投げもこう来て、入り身投げも同じね、全部同じでしょ、全部後ろに入るのは同じ、こう同じ、そう、小手返しも同じだよ、こう同じ、小手返しも同じだから、姿勢をまっすぐにして、なんていうのかな、自分が弱いと思って姿勢をまっすぐにして、姿勢曲げてたらやられちゃうんだから、だから姿勢の方が優先してないとやられちゃうんだ。それから何、姿勢じゃなくてやっつけようと思ったらやられちゃうんだ。だからやられないようにするには、やっつけようと思わないで姿勢を優先した方がいいなって思ってるから、なんていうのかな、その方が優先なのよ多分ね。やっつけようと思ってるのが優先されちゃうとやられちゃうの。だからやられないためにはやっつけようと思っちゃダメだってことだよ。だからやっつけようと思ってないので、自分が安定してるのが優先だと思ってるから、安定してるのが優先で、安定してるのだから、ほら僕は安定してるの。そして安定してて資格もらってボカって、そしてこう、そういう感じね。で何でもそうだけど、あの、じゃあ一挙は今は塩投げ、いや入り投げでこっちが入ったので、一挙はこっち入んなきゃいけないの。そうするとここなるのか、やばいの、これやばいちゃうのか、ああやばいちゃう。だからさっき飯野君じゃないけどさ、まやかしじゃないけど、ポカッてでこうやってほらポカッてやったとかね。それからこういうふうに出してきてよ、ほら出してきて、で一挙こう出してるの、出しててこの反撃もらわないようにしてんの。これが必ずこうやって、例えばさ、こうやってきたのやられてんだよね、こうやってもやられてんだよね、こうやってやったら来るんだよね。だから来ないようにしてんの。来ないためには、これが来ないためには、こうやって出してきちゃって、それからこうやってこうやって持ってきて、これでもいいよ。何しろこの手を効かせないように見てんの、こう見てんの。そしてこう、そう、必ず見てんの。見てないとやられちゃうから、やられちゃったら死んじゃって終わり、死んじゃ終わっちゃったらしょうがない。だから生きてるの、生きてるためにこういう、でいろんな方法あるから、一挙もね、だからこうやって入ってきて、こうやってこの肘でこうね、そうこうやって起きてきちゃ嫌だから、こうやって押さえてそしてこうやって縮めてきたら起きちゃうの。やられちゃうの。だからこうやってやらないで、こうやって出してれば、あの、なんちゅうの、起きてこれないとかさ、それはまあ稽古です、あの教わってんだけど、まあそういう形で一挙いろいろやってみましょう。いつもと同じことやってんだけど、まあ一挙だとか、今一挙やったのね、一挙で失敗するのは当たり前で、うまく やられちゃうのは当たり前で、やられちゃった時に優先順位は何かって言ったら、やり返してやっつけちゃおうっていうふうにならないで、自分のところにリセットするっていうのが大事なの。リセットするの、リセット。それからこう塩投げやるとかさ、リセットしないで失敗したってこうやり続けちゃったらダメなの。だからリセットして、こういうリセット、そういうことが、リセットできるかできないかってえらい違いだからね。
普通の人はリセットできないんですよ。あの囚われちゃってるから。だからリセットしなきゃいけない。だからリセットしよったら理性でリセットしてほしいんですよね。わかんない。リセットしろってこと。あの失敗したらリセットしろってこと。あのまあ行き止まりとかね言われてんだけど、行き止まりになったら、ああここ行き止まりだって気づかないとダメなのよ。気づかないとどんどん走り続けちゃうから、アクセル踏んじゃうからね、アクセル踏んじゃうから。で、あの行き止まりだって気づいたらやり直すとかいろいろリセットできるじゃん。そういう話だよね。はい、違う。それとあとね、そうこう来たのはもう一つ言いたい、今日言おうかな、明日言ってもいいんだけど、こモッチに来たのをね、ブレーキをかけないってこと。モッチに来てくれてんだから、モッチに、ここをモッチに来てくれてる、それを加速してる。そしてこう加速、加速、この加速って最近言ってんの、加速。何でも加速なの。こうなんか、なんかこう、こう加速、加速、加速、こう加速、ほら加速でしょ、こう加速。ブレーキってのはこういうの、ブレーキ、こうブレーキ、こうブレーキ、こうブレーキ。加速ってのはこっち、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 これ加速、加速、これ加速、これ加速。そういう形でね。だからブレーキをかけないってこと、加速させるってこと。加速、こういうふうにほら加速、こう戻してるみたいに見えるけど、こうやって戻してないよ、こうやって戻してんだよ。そういうことね。だ加速ってこと。加速ってのはどういうことかっていうと、分かります、誰も分かりませんよって言われちゃったんだけど、加速ってのは相手の補助、相手を補助してるってこと。相手が掴みに来てるのを加速して補助してあげてる、そういう感じ。これ掴みに来てるのブレーキかけない、ブレーキかけない、振りほどこうとするとブレーキになっちゃうの。ブレーキ、彼が通りに全部逆方向やってんだよね、それブレーキじゃなくて彼、あのね、まあ YouTube 見てたの、ただ西郷先生っていうのが首絞めたと、相手が首絞めてきたら自分が首絞めるようにやれっていう、いうふうに言ってたの。相手が首絞めてきたのは俺がこうやって首絞めてきたら相手を、で自分がやるんだよ、僕が首絞めてきたのを、これ首絞めたら、そうするとこうなる、なるの。これを離しちゃダメなっての、これを離すと離せないよ、でも首絞めてる、そういう話で聞いたから、あこれ加速のことだって思ったのね。そういう話、もうこれ YouTube でも言ったんだけどさ、そういう話だよ。加速ね、加速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 を意識して、加速を、加速、加速で中心まっすぐで安定してる加速、そういうふうにやって、そういうふうにやってみようかなって思うのね。加速だけ考えて、安定と加速。じゃあ今一つ思い出したのでね、本部道場で稽古してるじゃん。ほんでなんでこいつ俺に逆らってんだよって、自分ではやってるつもりなのでさ、一生懸命やってんじゃん。それほいで、あの例えばだよ、こう力抜けよって言ったとするじゃん。俺がこう、僕がこうやってやってる時にね、こうやって力抜かないと分かんないよ、方向がね、分かんないから力抜きなさいよって言っても、やたら力入っちゃって、こんなのさ、こうカッカチッって、もう本人は抜いてるつもりなの、一切逆らってないの、俺に、僕に逆らってないの、でも、僕から見ると逆らってるみたいに見えるの。でこいつ何逆らったんだ、俺の言うこれ聞いて力の入れてんじゃねえよって思うんだけど、彼は逆らってないので、力抜けよ力抜けよ力抜け、それからなんだっけな、競争しない、こうやってやって競争してるって、この腕と競争したら負けちゃうよって、やられちゃうんだよって、だから競争しちゃダメだよ、で自分の姿勢が安定してるのが優先だよとかいろいろ言うじゃん。でもね、競争を本人はしてないつもりで競争しちゃってんの、こうやって持っていった時点でもう、あ、よりどころ作っちゃってんの、よりどころ作らないでねって、いやいや、よりどころ作らないでねって言ってんだけど作っちゃってんの。それは本人は作るつもりないの、でも
だから気がつくっていうのは大事。気がつくってね、こうやってやって拠り所作って、あ、拠り所作ってないですよって言われちゃってるの。お前何言ってんの、拠り所作ってるよって言うんだけど、本人はそういうふうに思ってないから。だから拠り所作ってない、力を抜いてるとか、そういうふうにつもりで思ってても、自分がそういうふうに思ってても、実際は居ついてるってこと。自分は寄りかかってないつもりでも寄りかかってるってこと。そういうことに気づかないと、いつまでたっても寄りかかったままでやっちゃうし、居ついたままでやっちゃうしっていう話ね。だから人のこと言ったけど、自分がそういうことだから、自分が寄りかからない、なるべく寄りかからない、でこう寄りかからない、でそういう寄りかからないとか、居つかないとか、力入れないとか、競争しないとか、いろいろ言われてるけど、それ一つ一つもう一回ね、もう一回、あこれじゃあ競争してるなと思ったら、競争はやめて、こう競争はやめて、こう話すっていうことをね、あのみんなそうだと思うんですけど、自分のことは気づかないから、気づくのは先ですから、気づかないと直せないの。だから気づくってことが大事。だから気づいて、でぶつけない、そしてまっすぐ、それが大事だから。だからそういうことをね、そういうことをいつも思ってやってる。で、で普通の人が気づけないことに気づければ、あのなんていうの、有利、自分がすごく強いっていうことね。だからあと15分ですねじゃあ15分やりましょうか。そういうことを考えてっていうか、気づくのが稽古だからね。気づかないと稽古じゃない。一生懸命汗流すのが稽古じゃない。気づきが稽古だから。いや、稽古して気づくってことだから、気づきが大事だから、いろんなことに気づけばいいし、気づけなかったら目くらでやってるのと同じだから意味ないですよ。汗だけ流してね、気づくってことね。だ、稽古して気づく。じゃあ終わりましょう。呼吸をやりましょう。普通のね、呼吸をじゃあやりましょう。お願いします。で、僕が持ってるのは持ってください。ここで競い合うんじゃなくて、自分が自立してってのはこう寄っかかってない。で、自立してる。そしてこの手はできるだけ近い。近いと彼はこういうふうに来るね。そして中心、なんていうの、ここいいよ、ここで競い合う、こうなっちゃう。でも競い合わないで、こういうふうに自分が自立してまっすぐ。そして上、上下を使う。上下っていうのはこういう、そういうその2つか3つか分かんないけど、何しろ近い、そして上、近い上、それで自立で、自立っていうのは4日かからない。自立してんのだから、どう来てても自立してる。そして自立して、遠くだと弱い、だから近い、近くて上、それだけ、近くて上。そうするとこういう形ね、近くて上、いいよ、こうね。で、彼がまあサービス受けみたいになってるけど、近くてね、上ね、上行くと、ね、ちょっとまあいいよ、こうやってると、ほら、抑えようとしてくるんだ。でも抑えようとしてきた時には、ここ自由だから、こういうふうに、ほら、なんていうのかな、自立してんの、自立して、こう、手の力入れないから、手はこうやってやって上向けてるだけで、手の力で、これ呼吸法ね、呼吸法、一つの呼吸法、いろんな呼吸法ってあるんだけど、最近やってるのはこういう、近い、それでビール飲むとか、頭、髪の毛ある人は髪の毛触るとか、ない人はしょうがねえから皮膚触るかな磨くかな、分かんないけど、まあそういう話ね。
何しろこう顔に近い、そしてビール飲むとか近い、そしてで崩れてから話すのね。こっから話していくとすごく難しい。だから崩れてから話す、崩れてから話す、こうやってやって崩れて、崩れるよ、崩れる、ここまでくっついてんの、そしたら話すの、そういう感じ。じゃあやろうかね。じゃあ何しろそういう形でちょっとやってみましょうかね。はい、じゃあ終わりましょう。どうぞ。ありがとうございました。あのね、戦いモードにならないって最後に言いましたけど、戦いモードにならないのがコツですから。遊びですから、下手なんですから我々ね。でプロは大変だよ、あ多分ね。でも僕らはプロじゃないの。遊びやってるって言ったらすごく語弊あるから言わないようにしてんだけど、プロの前じゃね言わないけど、あの楽しみでやってんの、こういう合気道って。でそうだから強くなるためにやってるのもあるのかもしれないけど、それよりも楽しいからやってるんだよ、続けてるんだからね。楽しさを増やすためにどうするか、まあ怪我しないとかいろいろあるんだけど、まあそういうことを念頭に置いて楽しく稽古みんなでできたらというふうに思いますんで、あのそういうことを目指してね、長く続けていけたらいいと思います。じゃあ終わりましょう。あの、今日はありがとうございました。はい。